こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山陽食品ぐんまちゃん醤油ラーメンになります。キャラクターもののカップ麺、山陽さんお得意ですけれども、今回は山陽食品さんとゆかりの深い群馬県のご当地ゆるキャラぐんまちゃんということで、ぐんまちゃんといえばね、山陽さん以外のメーカーさんから以前商品化されてたんですけれども、カップ麺とは縁があるってことですね、ぐんまちゃん。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、今回もいただきます。かわいいぐんまちゃんがカップ麺になったよ。メーカーを移籍して。山陽食品ぐんまちゃん醤油ラーメンでございます。はい、それではまずは一口いただきます。醤油。当たり前だよね。醤油の香りと油揚げ麺の香りです。はい。麺が麺リフトした時に、鑑賞タイムで麺リフトした時に軽かったんですよね。どうだろう。コシがある。うん。麺の真ん中辺にコシがあります。噛むときに心地いいです。噛み心地がいい。なんだろう、醤油の他に何か入ってない？これ。なんだろう、コンソメなのかチキンなのか、なんかいる気がする。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、群馬県のご当地ゆるキャラ、ぐんまちゃんをモチーフにした可愛いデザインパッケージのカップ麺を発売。はい、可愛いですね。うん。このぐんまちゃんでも初めてじゃないんですよ。そのあたりは後ほどお話しします。次。ぐんまちゃん子供支援プロジェクト協力商品で、群馬県の子供施策に1食につき3円を寄付。素晴らしい。はい、素晴らしいです。それを聞いちゃうと、もう買いたくなっちゃいますね。はい。僕の3円使ってください。はい。続け。しなやかで粘りのある麺は、スープと馴染みを良くするために味付け。あ、そうですか。コシは感じたんですけれども、じゃあこの後じっくり噛んでみます。はい。次。ポークの旨味をベースに、醸造感のある醤油の香りと、ケイシの香りを合わせた醤油味スープ。これ漢字読み間違えてないですかね、ケイシって。鶏の油って書いてありました。これかもしかしてコンソメかチキンかと思った風味。はい。次。スープに群馬県醸造醤油の粉末を使用。ということで、おしゃべりしながらいただきます。群馬県の正田醤油さんね、結構おなじみの醤油の蔵元ですけれども、この商品でそちらの醤油を使ってるということです。はい。うん。まろやか感です。はい。醤油は攻撃じゃないですね。まろやか感です。舌の上でふわーんって広がっていく醤油ですね。ここに鶏も混ざってるんですよ。これが多分さっき漢字の読み方合ってるかな。ケイシ、鶏の油。これも混ざってて一緒にふわーん。美味しい。うん。これお子様もターゲットなんですかね。十分食べれると思います。はい。なんか味付いてる。
何の味ですかね。塩と醤油じゃないですか。油揚げ麺、小麦粉、国内製造、植物油脂、食塩、野菜エキス、醤油。ああ、野菜エキスが入ってる。食塩、野菜、醤油あたりですね。ああ、なるほど。噛んで噛んで噛んでっていうと、また味が出てくる美味しい麺ですね。麺にコシがあると言っても、バッキバキのコシじゃなくて、ちょっと噛むときにプツって歯応える。それが麺の中心あたりにあるんですけど、噛んでいくと、だんだんこう、ふわーっとほぐれていきますね。美味しい美味しい。粘りがあるって書いてありましたけど、特に粘りというよりはほぐれ感ですね。そっちの方が美味しい。ん？今お肉入ってきたんだけど、これ、本物だね。多分。ちゃんとお肉の味がしたよ、今。またこれ探すの大変なんだな、これ。探すのが大変なんですよ。あ、鶏豚味付き肉そぼろ。うん、そうですね。これ本物の肉です。美味しい美味しい。はい、それではこの商品の概要については、いつもの通り動画の説明欄に書いてありますけれども、そこからトークで補足をしたいと思います。まずは製造、三洋食品さん傘下の太平食品工業本社工場。こちらのこの太平食品工業さんの本社工場は、あのノンフライのね、名店の味シリーズ、これ全部作ってらっしゃる。それからネットで人気、ビャンビャン麺風。これも全部作ってますね。あとは、大和一郎さんが監修されたマヨラーメン。ちなみにこの太平食品工業さんの本社工場も、群馬県の前橋市にあります。はい。価格が236円ということで、標準的な縦型カップのお値段。今はそういう感じですね。で、こちら、群馬ちゃんのご当地キャラをパッケージに使っているということで、ちょっと特別枠なんですけれども、群馬県のご当地ラーメンとして扱わせていただこうかなと思います。麺種別は油揚げ麺。内容量は 63g で麺 50g。エネルギーが 276kcal。三大栄養素、それから食塩相当量といったところを見ますと、特に気になるところはないかなという感じですね。はい。以上、この商品の概要でございました。気軽にポイッと食べられる。醤油も攻撃全然してこないですし、尖ったところがどこにもないですね、やっぱりね。うん。麺も柔らかめで優しい。で、噛むとだんだん味が出てくる。スープもまろやか醤油がベースで、口の中にわーんと醤油が広がる。それと一緒に、ケーシー合ってます？鶏の感じがふわーんと広がってる。はい、美味しい。うん。美味しい美味しい。はい、それでは、ぐんまちゃんカップのお話、ちょっとさせていただければ。僕はこの商品しかお迎えしてないんですけれども、実は同時発売で、もう一つ、味噌が発売されてます。で、実はぐんまちゃんは、僕がこの活動を始める前、今3年目なんですけれども、それよりずっと前に、実は一回カップになってるんですね。で、こちらが冒頭でお話しした通りで、三洋食品さんじゃない。三洋食品さんももともと群馬県の前橋市だったかな。そちらで設立された企業さんなので、まさに群馬県から発信された企業ということになるんですけれども、なので、群馬ちゃんと接点はもちろんあるんですが、それ以前に2014年から2015年にかけて、同じく群馬県で大黒食品工業さんがこの群馬ちゃんのカップを商品化している。今回はこれ円満遺跡だといいんですけど、三洋食品さんから群馬ちゃん発売されたということで、ぜひこの機会に行っとかねということでお迎えをいたしました。はい。無事お迎えできてよかったです。どうなんでしょうね。今後の展開あるんでしょうかね。大黒食品工業さんをトレースすると、この後焼きそばが出てくる。かな？ということで、はい、ぐんまちゃんカップのお話でございました。醤油はもちろん感じるんですけど、鶏の感じが結構目立ちます。これがまた美味しい。軽いので小腹を満たすとか、本当にお夜食とかに向いてるんじゃないかなと思います。はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。美味しくいただきました。ありがとうございます。そこそこチキンの風味が楽しめる醤油のラーメンで、油揚げ麺も非常に優しくスープにフィットしている感じで、損した気分にはならないですね。むしろあれば食べちゃうタイプかなと思います。はい。ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。
リスペクトタイムです。今回は山陽食品ぐんまちゃん醤油ラーメンをいただきました。美味しくいただきました。優しく。うん。なんでしょう。僕はちょっとね、キャラクターものっていうことで、やっつけで作っちゃってるかもなと思って、ちょっと心配だったんですけど、全然食べてみたらどうして、丁寧にちゃんと作ってくれたんだなっていう感じがします。僕の勝手な思い込みかもしれないんですけど、ちゃんと丁寧に作ってくれた一杯なんだなっていう気がしました。はい。非常に優しいですし、量的にはね、お子様の駄菓子系の 40g を切るあたりから、ノーマルの 65g あたりの間、ちょうど 50g くらい、麺重量がね、なので、もしかしたらご飯にはちょっと足りないかもしれないんですけれども、小腹を満たすとか、お夜食だとか、そこに優しく醤油ベースのちょっとチキンが目立つ、スープにフィットした美味しい麺の一杯ということで、楽しめるかもしれません。そしたらあなたの3円が群馬県の子供たちの役に立つということで、はい、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。